ルールとマナー、あなたはその違いを理解しているだろうか。ルールとは守らねばならない決まりであり、それを破ると何らかの罰則があるもの。その日、高山さんの格好は我が社の TPO に反していたと私は思う。電話の邪魔になるピアス、キーボードに引っかかりそうなネイル、おしゃれと身だしなみの違いについてあなたは理解しているだろうか。本日から営業二課に配属となりました高山かすみと申します。よろしくお願いします。いくら丁寧なお辞儀をしても表情が伴わなければ気持ちは相手に伝わらない。第一印象を良くするために表情に意識を向ける必要がある。おはようございます。おはようございます。社員一人一人には自らの役割を自覚し、確実に仕事を遂行することが求められる。その基本となるのが指示の受け方だ。明日の7時までにコピーを50部ですね。7時ではなく昼の1時だ。大変失礼いたしました。明日の昼の1時までにコピーを50部用意します。仮に聞き漏らしや間違いがあったとしても、その場で復唱することで未然にミスを防止できる。ビジネスマナーは職場で新入社員を守ってくれる。お客様や取引先との間で、上司や先輩とのやり取りの中で、仕事に関わるあらゆる人々と良好な関係を築き、その関係を進化させていく基本がビジネスマナーなのだ。じゃあ安田飲料さん、あとはよろしくお願いしますよ。はい、了解です。大船に乗った気でお待ちいただいてください。任せられないね。今部長何と申されました？申されたって。君ね、君は今何を言ってるのか分かってるのかね。ですから今部長が申されました発注の件をですね。君の言葉遣いは信用ができない。こちらにおかけになってお待ちください。二宮はただいま参ります。どうも、はじめまして。私、八つ出飲料営業二課の南博樹と申します。知らない社員の名前やプロジェクト名を言われた時、誰に相談すればいいのか、どうしたらいいのか分からなくなってしまって。アポは取れていたのよね。はい、メールを送っておりました。メールを送って先方から返信は？それがなかったんです。ビジネスマナーを身につけると周囲の人々から社会人として認められ信頼を得ることができる。円滑なコミュニケーション、相手を思いやる気持ちが伝わり、徐々にあなたを応援してくれる人が増えてくる。自分自身を守ってくれる強力な武器、それがビジネスマナーだ。